日本シリーズが終了いたしまして、ソフトバンク日本一。いやー、どうなるのか、まあ、あの、ソフトバンクはね、ずっと勝つを思ってましたけど、まあ、いやいや、ねえ,ねえ、横浜が、ね、試合をやってる中で、だん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 こう強くなっていくような感じしましたね。ああ、そうですか。あピッチャーがなんか自信つけたんかな、というね。元々<え><え>いいいいと言われた当心がいて、うん、で、結構若手主体だったので、その経験を積みながらっていうのが、 だからね、ちょっと嫌やね、来年ね。ねね <laughs> そうか。もちろん広島強いでしょうし、<laughs> うん、ね。DNA にも勝っていかなきゃいけないタイガース。いけ,まあ、いけるかな、そういう気になってたと思いますよ。そうです、ね。えー、ひょっとしたらと僕も思いましたからね。あの連勝はね。ええー。まあまあ、あの、野球ファンとしてはすごく楽しめたソフトバンク対 DNA のね、日本シリーズでしたけども、阪神タイガースはそのリーグ優勝であり、日本シリーズ出場、また日本一へ向けて、もう周期キャンプを行っています。で、福本豊さんと言いますと、 中日ドラゴンズの周期キャンプに臨時工事として、招かれていまして、私、スポーツ新聞の記事読んで、あれ福本さん、ドラゴンズに行ってると思って。いやいや、別に、あの、ま、ちょっと、教えたってくれない回やったからね。はい。えまあいいですよ。大いてる日なら行きましょうって。まあずっと行くわけじゃないんですよ。まあ行けませんから。はい。二日行ってやめとか、一日でやめとかね。そんなんなんですよ。うん。トラタマデラックスもあるし。ええ、だから、まあね、あの、まあ若い選手、 はい。が、思うですね。えー、うもうレギュラー言いませんから。これ、中二、うん、ドラゴンズは、どなたからか、こう、福間<あ>っていうのあったんですかあこれは、あのー、僕の先輩の土井さん。土井竹けちゃ電話があって、はい ちょっとお前そういうようなことをおっしゃったってくれへんかっていう、監督が言うてるっていうことで、森監督が土井さんに言ったんですか、土井、えー、ああさんが監督に言ったのかちょっとわかりませんけれども、えー、これの時来たってやっていうから、まあちょっとほんなら顔出しましょうかっていう感じで。ああ<ー>、えー、そうですか。あのね、福本さんは臨時コーチという肩書きでね、いろんな球団にも行ってますけども、うん、まあそういう時はこう、どんなこと伝えようと思って言われてますそうですね、僕がまあ実際このチビスケがですね、ちっちゃい選手が間違ってこう、<laughs> 化けましたよね。それでその中でやっていったことを、やっぱりまあ、阪急でいろいろ教わったんですが、それやっていて非常に良かったんで、自分がこうしてやっていったから、これがみんなに当てはまるいうことないけど、なんかにこう応用してくれよと。だから阪急がたいと阪急の、そういうようなものを、まあ、伝えていきたいとか、残しときたいというのはありますよね。ね。だから、自分が打つう格好になったのは、やっぱり西本さんがこういう格好で、こういう、ということを言われたんで、そういうようなことも、やっぱり教えてあげたいしね。ええー。ヒントでね。なるほどね。うん。 ドラゴンズなんかはね、あの、足も速くて、え新事王の候補にもなっている、京田選手って言いましたか言いましたね。ちょっと今やっぱりガタガタですね、あれね。今、下手、怒られますけど、このままでいったらいい選手来たら、レイナ取れないぞってはわあじゃあ気が引き締まりますね、京田選手。ちょっとそういうね、あの、天狗になってるとそうな、ん一生懸命練習してるんですが、見ているときに、ちょっとしんどいなという、ああ、こう、もう終わりの方ずっと落ちてきたでしょ。 ヒットなかなか打てなかったですよ、ね、もう悩んだばっかりやからね。ええ。だから、下がってきますよ。ええ。データ出たら悩ん安打、どこを分かってしもうたら、攻められ方で、守るところが変わってくるじゃないですか。はい。で、前に守られたら内野安打一つ減るとかね。はい。悩んだが結構予算あるらしいんですね。はい じゃあ、それじゃあいかんと。それじゃいかんっていう。はい。足の速い。やっぱり、自分がちび、やけれども、やっぱりそういうパンチを持ってるんですから、えー、そのパンチを殺さないで強い速い打球を打つ。それのおまけがホームランやという。へえー。それが西村さんにこの言いせちょこんとショートゴロ打ったら、もうそう、その、ヒット狙いやったら怒られますからね。なるほどね。えー、だから、福本豊さんは1065盗塁も2543安打もありますけども、208ホームラン。そうですね。そこらが僕、ね、あの、 自慢ですよ、やっぱ。トールがどうの頃のじゃらしに。いやー,、えー、いやーもう、阪神タイガースもね、うん、振り込み振り込みの毎日送ってますからね。えー、どこもやってますね。そうですね。うん、来シーズンの雪辱に向けてタイガースも頑張ってほしいと思いますが。さて、この後は世界のトールイオ福本豊さんのあのコーナーです。世界の福本が虎を語る福く。福本ーク 今シーズンの阪神タイガースの戦いぶりは福本さんどうでしたかまあ、CS 出れなかったんですけれども、まあよくやったんじゃないかなと思いますね。カーブとはできなかったけども。そうですよね。えー、まあ、あの、カーブちょっとこう、開けられましたけどね。はい。えーなかあの、中では良かったんじゃないかなと思いますね。<あ>えー、もうシーズン全体で見たら、うん、 いい変わりれるというと、良かった、と言っていいわけですね。うん、もう、ちょっとこう、下の方になるかなというのは、上にいますからね。そうですよね。2>, えー、2位になりましたので、うん、あの、昨シーズンは4位から2位にジャンプアップしたというところで、うん、まあ、福本さんに、バッティングであり、守備であり、走塁であり、ピッチャー時のこともね、語っていただきたいと思ってるんですけども、うん、打撃成績もね、まあ、のきたみ上がってるなという印象もありまして、数字も残ってます。うん、2016年、90本だったホームランが増えました。 えー、今シーズンは113本で23本増えましたね。で、盗塁。チーム59盗塁だったんです。昨シーズン。で、これ少なかったんですけども、70盗塁まで増えたというところもありますけども、どうですかねこう気になる数字とか福本さん、もっとこうしたらいいとか、これが良くなったっていうところはありますかまあ、でも、ね、あの、ホームランが少ない数ぐらいうのが増えて。増えましたや。やっぱり、そういう,うなところはやっぱりね。だから、外国人が思ったより打ってないんで。 うん、だって、もう。もう出てませんからね。らねもういきなりガンガン言ってくれたら変わるんですけども。そうか。うん、これに30本打てる外国人選手が加わったら、ね。うん、単純に広島カープに近づくという。まあまあ、そうそうそう。いいところでね、20本でもええですけども。はい。うん、あれば、まあ、変わったでしょうし。ええー。だから、ほとんどまあ、国産ですから、それでは、もう要はやってると思いますよ。なるほどね。こういうのはやっぱりよくやってると。うん、えー。その他、こう、打撃陣で、ええー、ここ成長したなと思うようなところはありますかああ、まあ、 そう、盗塁もね、あの、増えてる。まあ、あのー、走れる人がもうちょっとし走らせてもいいかなと思ったところもありますね。盗塁の数増えたけども、うんうん、まだ走れると。走れると思います、やっぱりね。走れる選手もいると。そうですね。うん、だから、まあ、接戦になった時に一発勝負できる選手が欲しいなという。 はあそうか,か。数は少ないけれども、全部一発勝負でしょ、いとこい、はい、セーフという勝負どころの選手がいれば、数が少なくても、いい仕事しますよね。そういう選手も欲しいなと思いますね。これはもうちょっともう、もうすぐ、大掛けになるか、選手を作らないかんですね。 ただ、うん、その、このポストシーズンで、日本シリーズもそうですし、クライマックスシリーズもそうですし、シーズンのね、うん、終盤の優勝争いでも、走塁がすごく目立ちますよね。やっぱりそうですね。やっぱり、盗塁ばっかりこメに行くけども、走塁、走塁も大事ですよ、やっぱりね。えー、えー。あの、日本シリーズの最後の瞬間ももう、<ー>でそのタイミングどうなのっていうところで、セカンドランナー。うん、ソフトバンクの中村明ですかね。回して。そうですよ。あれもうそんなにむちゃむちゃ早くはないんですけれども。えー、まあまあ、普通の方やないと思いますが、もう、 ヒットになれ打ったら、行く、もう、ムまで行く、いう、そういう、ことを、で、はい、もう、おめきで、まあ、あの、走ってましたね。ね止まるは、全くなかったですね。はい。ええー<ー>。あとはもう、投げたところが、運が悪く、ポンと跳ねたというだけで。ね、普通のボールは、完全にアウトですよ。そうか。うん。あの、<も>あそこはもう、ああいう勝負します、絶対ね。そういう時の、こう、走、うん、塁であり、盗塁。このあたり、タイガースに求めていきたい。だ,だから、これは、あのー、 え、ソートバンクが、シーズン中からファーストからセカンド、そういうサードを走る練習を常に練習、試合の前の練習で全部各地にやってますね。内側であっても、松田であっても、どの選手が行っても、打った、ランニングする、そうしてそういう総理の練習を言われなくてもしてましたね、みんなね。なるほど、ね。うん、そういうようなことを考えながらやってますよ、やっぱりね。はい。うん じゃあ、ね、誰がどうというわけではなくて、そういう、ね。いや、ほんまはそうですね。だから、ううあの、ひになってのも、ダブルプレイ簡単に、まあ、いい打球はやられるけれども、そういうのをやるとなんとかースそのランナー残るように、意識も走りますよね。はい、そういうようなことも一年間やると、かなりの、ああ、残りがありますよ。はい。うん、さあ、タイガースのピッチャー陣もね、見ていきたいと思いますけども、うん、防御率はね、リーグトップでした。うん、3.29で。うん まあ、リリーフ陣はね、もうタイトル総なめでしたし、うん、桑原、マテオ、ドリスと言いましたけども、どうでしょう福本さんが振り返って、このピッチャー頑張ったっていうのは、まあ、いますか、うん、まあ、誰もが言いますやっぱ、秋山ですよね。<ー>えー、12勝。ここまでと思わなかったでしょうね。で、うん、勝、えーえー、っていって、その辺でバテるやろうかと思ったし、それはバテなくてもって、はいえー、よく本当に頑張ったなと思いますね。 今シーズン何が良かったですか、うん、やっぱシュートちょっと掘れるなったらいいのと、スピードがね、ちょっとやっぱり2、3キロ増えた、あの、速くなったに違いますかね。ね。コントロールがいいわ。はい。やっぱりこう、キャッチャーがこう、よくするところに、こう、ミットのところに、だいたいもうほとんど行きますからね。ええー。まあ、違うところ行くんだけど、ほら、どんなピッチャーもあることですが、うん、少ない、そういうのがね。 ええ、ピッチャーでは具体名上がりましたけども、野手陣では具体的にこの選手頑張ったなっていう選手はいや、もう、あの野手はコロコロ変わるんで、ええ、状態の良い,い選手が出る、その中でやってるのはやっぱり取りたいかなっていうね。うん 鳥谷だけは出続けましたね。うん、や,っぱりやりましたね。まあ、あの、福留もちょっと休まされて、そこをせない,い選手ですけれども。ええはい、鳥谷はほとんど、もうな、知らん顔して出てましたね。知らん顔して。ええ。デッドボールもありましたけども、まあ、翌日は代打で出てしたね、まあ。知らん顔して、もう本当にね。なるほど。まあ、そういう、ずっと休まされるということはなかったと思うんですよね。うん。じゃあ、投打では、投秋山、だ鳥谷っていうところですけども。うんうん 守備はどうでした守備でまた福本さんから一言。いやー、引き立ただきたいなと。な、ね、もう本当に、エラー多いと思,思いますけども、あのね、固定されてないから、いろんなところを守らされて、選手がちょっと戸惑うところもあるしね。抱きも違うでしょうし。うはい。だからあんまり、から、まあ、守備はやっぱり、もっと鍛えないからね。 これ、じゃあこの時期ですね、周期キャンプ。もうどんどん鍛えて、ええ、守備の練習を時間割いてやれば、足回りも鍛えられるしね。はい。ええ、いい風にこうなっていきますよ。福本さんの、うん、若返し、これはどんな練習うなどうを。あら、半球はきつかったですね。もう、四筋一球なんですが、はい。三時か三時半に終わると、そのから一時間は、あの、二人で外野のく、まあ三人でなる時もあるですし、毎日、四日間ぶっ続けて、はい、毎日ですよ。練習が終わった後に、うん。 それから皆、時間まあ普通の人帰るんですけども、はい、200発ぐらい人、取るんですよ。それはね、えー、下手でも馬なりますよ。<laughs> ほんまに。だから下手は、あの、馬なるっていう。だから、それを、その、教えてもらわなくても、追い方とかね。えー、ちょっと教えて、最初教えてもらうんですが、もうそんなん忘れて、もう、早く打球の下に行け。ええー、取れ。 それを200回やってたらね、毎日ですよ。そら、うまくなりますよ。もう、高山な方にね、<あ>まだまだいますけども、もーコーチで頑張ってもらいましょう。やってガン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 鍛えてね、うん、足回りしっかりしたら、ガンガン打てますよ、また。そうですね。うん、ね。実りある秋にしてほしいと思いますけども。うん、阪神の選手のインタビューをお届けするこのコーナー、今日は今シーズンルーキーながらも4番にも座りました、勝負強いバッティングでブレイクした大山選手の心に迫ります。GS から聞きたいんですけども、大活躍でしたけども、 どうででしたかご自身ではそうです個人的にはすごくいい結果で終われたんですけど、まあ、でも CS は個人の結果よりもやっぱりチームの勝ち負けだと思うのでやっぱり負けてしまった以上もう意味がないのかなと思いますけど、まあ、でもあれだけ自分でも納得いく結果を残せたのでそれは次につながるかなと思いますレギュラーシーズンも振り返っていただきたいんですけどもこの1年は長かったですか 一日一日はすごく長く感じたんですけど、まあ、いざ終わってみるとすすごく早かっったなっていう感じですあの開幕前で自分でどこまで想像したかわからないですけどこのレギュラーシーズンの2割3分7厘ホームラン7本38打点これはルーキーイヤーとしては自分ではどうでしたまだまだだと思いますねあます、まあ、いい部分もあったと思うんですけどやっぱりでも足りない部分っていうの方が多かったと思うんで。 ま,あまた来年に向けての課題がたくさん見つかったなと思います、うん、その足りないところと課題というのはやっぱり初球のボール球を振ることが多かったので相手の有利なカウントに持っていってしまってたっていうのがやっぱり9月の打てなかった時期だと思うのでそこはすごく課題が見つかったなと思いますプロに入っていろんなピッチャーと対戦したと思いますけどもこのピッチャーすごかったなっていうのは。 いますか広島のジョンソン投手のボールは、まあ、初対戦したのがジョンソン投手だったってもあると思うんですけどすごく速かったですね、スピード的にはそんなに150キロとかではないと思うんですけど手元で速く感じるというかこれがプロのピッチャーなんだなっと思いましたししかしこれに慣れていかないといけないなっていうのはグラウンド以外でもいいんですけどプロ野球、ここすごいなみたいな。 やっぱり仕事なんで当たり前だと思うんですけどすごく準備というか何時間前から来て準備している人もいますし本当に毎日毎日同じ流れでその試合に入っていく人もいますしやっぱアマチュアの頃を考えたら本当に考えられなかったのでやっぱりそこはすごいなというふうに思いましたね毎日試合があるというのはこれはどうでしたかそうです、ね、やっぱり最初はすごく難しかったんですけど まあ終盤は、まあ、少しずつ自分でも流れっていうのは分かってきたので、まあ、でも、まだまだいい入り方できると思うのでそれをまあ来年の課題の一つかなって思います、ね、うん、うん、じゃあ,、まあ慣れてきた部分もあるかもしれませんけども普段の生活の中で例えばオフの日とかっていうのはどんなふうにこうリラックスしたりリフレッシュしたりしてるんですかそううでですすね、まあ、寝れる時は寝るはたいなっていうのは思うんですけど まあ、あとはやっぱりそうですね買い物であったり、まあ、とにかくリラックスしたいっていうのが一番ですね誰とよく行きます、まあ、僕車持ってないんでよく坂本さんとかが結構車乗せてってくれたりするんですけどまず、あ、それで一緒に買い物行ったりとかよくご飯連れてってもらったりはしてもらってますどんな先輩ですか坂本さんはそうです、ね、優しいですね優しそうですよね坂本さんだけじゃないですけど本当に先輩方みんな優しいのでいろいろ勉強させてもらってます 今年喜んだこととか、落ち込んだこととか、そういった出来事はありま,したまあでも、一番嬉しかったのは、打、ま、席に入って、その僕の名前が入っている漢字のタオルがあるじゃないですか、あれが本当に試合終盤はたくさん数が増えたっていうのが、すごく嬉しくて、打、ま、席に入るたびに、数えはしないですけどあ、またちょっと増えてくれてるなとか、そういうのはすごく嬉しかったですし。 頑張る一つの要因にもななれたなと思います、えー、まだね2年目に向けてっていうのは早すぎるかもしれませんけども2年目の大山選手っていうのは今のところどんなイメージどんなな選手ににりたいですか本当にチームが勝つ,勝つことが一番だと思うんで本当に来年もまずはチームの勝利に貢献することが大前提なのでその中で自分の結果がついてくれればいいかなと思ってます。 ドラフト1位のルーキーイヤーを終えました。大山選手のインタビューでしたけども、福本さんはどんな風にお気になりました、うん、いや、まあ、あの、普通におごりなく喋ってるなという風に思いますね。ですよね,ね。落ち着いてる印象も私も受けたんですけども。うんえー ええー、大山選手の素晴らしさっていうのは、福本さんはどんなところですかそうです。最初、あの、ファームの頃からずっとこう、結構見ましたけども、苦しいなとか、速いボールに、はい、それをだんだん、だんだんこう、ゲームになって、後半なんもう慣れてきましたよね。ねええー。 苦しいところが少なくなったなというふうに感じますね。すね早速いボールも対応できるようになるし、はい、その変化球にしてもついていくし、はい、まあ、打席の中でも考えて逆狙ったりするし、ちょっとそういう終わりの方、CS のあたりなんか余裕の中での打席かなというのを。 ありましたね。そういうふうに見えましたね。はい。えー、大山選手はね、あの、広島のジョンソンがすごいなと思ったという話ありましたけども、うん、福本豊さんは、こう、プロ野球入りたての時に、このピッチャーすごいなーなんていう方いらっしゃいました1わ一年目の時ですね。ええ。まあ、社会人から言ったんですが、まあ、歌の時ですけれども、はい、まあ、プロのピッチャーでみんなコントロールが良くて速いなと思ったんですよ。それで、だこのチームのエースもやっぱ速い。 その中でも、やっぱり噂通り言うかあの、日まあ今、に一般ですね。はい。の時の森康。はい、森岡山県の出身の右のピッチャーなんですよ。はい。ほら、早いですわ。早<ー>、はいと思うと。それから、まあ、ロッテにいたたるとかですね。はい。まあ、鈴木慶史も、うん。 早かったんですよ。もうエナズみたいなもんでね。まああの辺の S クラスはみんな早かったですよ。はあ、すごい。コントロールがいいわ、やっぱりね。ですね。はあ。両方っていうところがね、あったと思いますけども。その他、こう、ま、野球以外で、プロ野球ってこれちょっとすごいなみたいな。ああ、よう遊びましたね。いや、ま、でも、先輩たち。先輩たちそうですよ。ま、僕らもちょっと連れててメシ食うとかありましたけど、タフやなと思いましたね。 今の選手はそんなにようやらんでしょあの、練習はたくさんしますけども。試合も。以外でも。はい。終わってから出てきますよね。それで次の日しっかり仕事するんですから。はい。成績残さなあかんじゃないですか。うん。プロやからね。はい。遊びに行ってそれで終わりじゃないですか。あ次の日をまた頑張る。その体力っていうか。はい。両鍛なあかんなと思いましたね。なる僕らまあ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 あさ、若いうちやからそんなにしょっちゅう行きませんけども。はい。 やっぱり一間あったら寝てましたけども。えー、タフやなと思いましたね。そうですか。うん、じゃあ、大山選手がそこまでね、誰かに誘われるかってわからないですけど、うん、そんな経験もちょっとずつしながらかもしれません。まあ、一ちょっとぐらいしたらえいと思う。あ、もうね、<laughs> あの、そうなっ気分転換せないかもね。そうですよね。えー、ね。寝るって言ってましたけどね。あとはショッピングっていう大山選手ですけども。うん、さあ、続いてですけども、今年から新たに始まるコーナーに参りましょう。探偵タイガースクープ。 いやー言ってて恥ずかしくなっちゃいますけどこのコーナーでは福本探偵局長のもと阪神の選手が探偵となり2017年シーズンに起こった知られざるスクープに迫ります今日は大山探偵が今シーズン一番印象に残ったシーンをスクープしてくれましたま僕的に一番あれですね印象に残ったのはあの 名古屋ドームで森越さんが転んだやつなんですけどはい覚えてますはいあれはすごかったなって投げました打ちました打球はどん詰まりショートゴロダブルプレーコース強田から荒木荒木から一塁の福田へ送られるアウトダブルプレイ6四4 3のダブルプレイ初球を打って6し4転3でしたえね見てましたか はい、山選手ベンチで、で、はい、ベンチどうでしたいや笑っていいのか、笑っちゃいけないのかのところで、まあ、試合中なので笑っていけないと思うんですけど、でも、ベンチの雰囲気が良くなったのは間違いなかったので、なんか声かけられてました、森越先輩。いや、もう僕も、なんていうんですかね、ちょっと笑いこられるのに必死というか、<laughs> すごかったなって思いましたね。<laughs> ちゃちゃちゃっとね <laughs> <laughs>。あの、コネタ州みたいになってますけども。毎週これやってきますよ、ねうんで、タイガースクープ。うんうん、2017年8月18日、名古屋ドーム、中日阪神、うん、バッター森越。ね。福本さん、これは僕はあのー、サンテレビで放送してましたね。<あ>解説されてました。えい、ザブルプレイね。これ俺結構早かったですよね、転ぶの。うん、早かった。<laughs> えっと、3本ぐらいでか、か十分でポテンで引っかかると。<laughs> こげて、もう、やっぱ割ルしもうーんですね。ねえ。もう、それはベンチにおったって、笑いこらえ、こらえるいうのが大変だったんですね。ねえ。若手はこらえてましたけど、福留さんは顔真っ赤でも耐えきれなくなってて。ええ、矢野コーチはもう爆笑してましたもん。だからね、あの、長いパッチみたいな言うにも聞いたらあかん言うのよ、あ、なるほど。不んです。あれ、もう、よその選手もやってましたからね。ホームランをって踏んでひっくり返ってたり、ファースト回ったところで誰か。誰や言えへんけど。うん。もう、そんな言ってるんで、だからあの辺も気付けな、それで喧嘩したらパーや。 じゃあ、の、鳥谷選手みたいに、こう、クラシックスタイル。いやもそう、そう、クラシック行くけども、あれが一番動きやすいスタイルやね。クラシックっていうか、もう、現代でもやってくれと。ね。もう増えてきましたからね、あれね。本当ですね。あれ、あ、そう、ほんま、あれで経過せんでよかったね、あれね。ああ、ほですね。だから、森越本人も、もう、こけて、テレクサークルで笑ってました、やっぱね。福本さんは、現役時代にこう、笑っちゃら、笑ったらいけないけど、っていうエピソードありました。僕はね、ないですね。こけたより、つまずくがありましたね。はい。 た頃はい。あの、足がこう上がらないとき、はい、前のつま先の方上がらないで走ったときに引っかかってこけそうになったいうのをね。はい。 バタンとは言ってないんですが、はい、妻くりのありましたね、人工芝で。ああ、そうですか。<laughs> <laughs> あれも照れ臭いですよ。ねえ。ベンチ帰ってくる手前でこうやるんですからね。パリーグなんかヤジなんかありましたありましたね。あ <laughs> それからまあ矢磁は、ヤジはもうしょっちゅうあって笑うヤジが多かったですね。<laughs> 普通、ボロクソにやじられるんですけれども、<え>笑いを取るというか、笑わされるヤジまあ半球何回聞いてるところも特にありましたね。うん <laughs> おえお前、もう、スカゴロで帰ってきたら、あもう、こっち側ってこい。こっちのベンチに帰ってこいとかね。あ、逆サイドのベンチ帰ってこいとか。テい、ノい。もこっちに帰ってこい。うん。一代ですね、パリグのね。でもほんまにね、もうお客様入れ、まあ、少なかったから余計聞こえるんですよね。さあ、福本探偵局長、今回の大山選手のスクープはいかがだったでしょうかよかったね。かったね。以上、探偵タイガースクープでした。